んばんは。はい、ワークの方来ていただいてありがとうございます。今日は東京コミコンの特別プログラムということで、映画エンドオブロイヤリティのワールドプレミアですね、をこれから始めたいと思います。私、今日の進行を務めさせていただきます、東京コミコンスーパーバイザー、働きライター、杉山杉豊と申します。本当に東京コミコンということで、毎日たくさん来ていただいて、皆さんも楽しんでいただいて、本当に感謝しております。それで、東京コミコンは、もちろんいろんなコンテンツを集めて、まあ、こうした大きなイベントというか、まあ、プラットフォームとしていろんなことを紹介して、皆さんとのこう接点をコネクトしていくということなんですけども、これからやっぱ積極的にコンテンツ作りというのもやっぱりやっていきたいと思っておりまして、その一環としまして、この映画エンドオブロイヤリティという作品に対して、制作の、関わらせていただくことになりました。それでこの作品についてはですね、ぜひやっぱ東京コミコンの場でお披露目したいということで、今日のですね、もう本当にワールドプレミアをしたいと思います。で、ちょっと今レッドカーペットが、用意できないので、私が赤い服を着ているというのはそのためなんですが、まあ、生きているレッドカーペットだと思っていただければいいと思います。あとで監督が踏みつけると言ってましたけど。というわけでですね、この映画には本当に素晴らしい監督と素晴らしいキャストが、参加しているので、早速、上映前に簡単なトークショーをやりたいと思います。じゃあ、早速お呼びしたいと思います。監督の片桐宏監督、そして、今日サプライズですけど、日本人としてこの映画に関わっていらっしゃる生島翔さん、そしてマイケル・パラさん、そして大トリを飾りますのはバーロン・ウィルさん、海外の、ね、番組で映画とかで見るバンドプレミアという感じなんで、じゃあどうぞお座りください。ということで、まずはですね、会場に来ている皆さんに一言ずつご挨拶いただきたいと思います。片桐さんと生島さんは日本語で構いませんので、じゃあ片桐宏監督の方からどうぞ一言お願いいたします。はい、今日はね、千葉、遠いね、千葉くんだりまで、どうもありがとうございます。ちょっとロレスが回らず、たまにはちょっと緊張したりする。まあ、ちょっと遅い時間なんでね、まあ、帰りが大変かと思うんでね、ちょっとできるだけ急いでやりたいと思います。映画縮めたりしないんで安心してください。じゃあ楽しんでください。はい、ありがとうございます。結構ね、監督のことをよく思ったんですけど、結構素直なこと言うんですよね。はい、ということでございます。そしてこの映画に出演されていて、本当にかっこいい、まあ、何役というか、ね、本当にかっこいい役をやってらっしゃる生島翔さん、一言お願いいたします。どうもこんばんは。皆さん、こんな遅くまで残っていただきありがとうございます。本当にね、今回片桐監督と僕、実は出会ったのが3年前のこの東京コミコンでですね、はいはい、ゲヘナの上映の時に監督と出会って、はい、そしてこの作品でここに帰ってこれて本当に、嬉しく思っております。また今回バーノンさんとマイケルさんという素晴らしい、大先輩たちと共演できたことも嬉しいので、ぜひ映画楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。片桐監督はですね、この映画を作るためにはどうしても素晴らしい役者が必要だということで、まず白羽の矢を立てたのがマイケル・パラさんです。マイケル・パラさん、一言お願いします。Let's see, Hiroshi contacted me on the internet and I gave him my phone number because it's a movie he's pitching. And we met for a coffee 2-3 times. I met the girl who plays my granddaughter and I said, I want to work with this guy. He's got a special feeling about humanity and it's good to be a part of that, being a plain straight drama. Thank you, Hiroshi. Thank you, thank you.片桐監督が私に E メールで直接コンタクトをしてきまして、その後、一緒に 2-3 回会いました。そして脚本を読んで人間性を扱ったドラマであることを知りまして、すぐに出たいと返事をいたしました。はい、ということですね。片桐監督はぜひ、まあ、ある種ね、この映画もちろんいいこと言ってたと
まあね、この映画の両親ということでしたわけですけども、そしてやはりこういったね、アクション映画にはあの悪役の重鎮の悪役が必要だということで、バードマンさんです。Thank you for having us, and I hope you enjoyed the film. I actually met Hiroshi on the internet. We did some Zoom, couple of Zoom calls together, and he explained the character to me, and I was very intrigued in doing it, and I thought it would be a lot of fun, and I turned out to be right. It was a lot of fun and a wonderful movie, and you're gonna love it, and I thank Hiroshi for putting me in it. Thanks so much.今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。片桐監督とは Zoom でミーティングをして、で台本を読んだらもうすごく感動して絶対出たいと思ったので出ることを決めました。それですごい本番中も撮影中もすごい楽しくみんなで作品を作らせていただきました。で監督にありがとうというコメントを、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、よく分かったんですけど、生島さんは会場で出会ってその場で口説いて、マイケル・パレさんはコーヒーショップで口説いて、ウェルズさんちじゃあ、ズームで口説いたということでね、監督、見事なアッセンブルですね。そうですね、幅が広い人ですね。監督、ちょっとじゃあ監督にお伺いしたいんですけども、やっぱり僕、これは前のステージでも言ったんですけど、やっぱり監督が作るのは絶対にホラーと僕は思ってたんですけども、まっとうな、もう、ホラーがまっとうじゃって言えないんですけど、すごいストレートなアクションサスペンスを作られたということで、これやっぱりアクションにチャレンジした理由というのは何なんですかね。まあ、今、求められているものということで、はい、ちょっと大人の事情になるんですけども、はい、ただ、ホラー命とかそういうんじゃなくて、僕はもう映画っていうのはそのエンタメとして捉えてて、はい、まあ、面白ければどんなジャンルでもやりたいっていう気持ちがあるんで、アクションも本当も昔からやりたかったことで。まあ、今回こういう機会を得たということで、まあ、作りました。ということですね。これこの後見ていただければ分かるんですけども、まあ、本当に映画ファンの方はですね、まあ、今本当に映画界ってアメコミ映画とかそういうのが多いんですけど、やっぱり80年代90年代っていうのはすごくねアクション映画の文化だった時代で、そのやっぱり時代の良さっていうのがすごくあるんですね。それで今回実は僕がなるほどなと思いましたのは、まずマイケル・パレさんといえば、ストリート・オブ・ファイヤーという名作がありまして、それからバードマンさんに至ってはですね、マッドマックス2とコマンドというですね、まあ、ある種80年代の、まあ、ヒーローと、あえてますね、ヴィラン。これもね、片桐監督が、片桐監督はですね、僕年齢調べたんですけども、この2つの映画をオンタイムで見ると子供の頃見てたんですよね。そういうところ、これはそういうことを狙ってた。もちろんそうです。僕が中学高校の時にも本当にもう何度も見まくっていた映画で、はい、ね、だからその人たちがね僕の映画に出てくれるっていうもうだけでもそれ大興奮ですよね。まずマイケル・パレさんとバード・ブレイスさんにも聞きたいんですけども、その自分のね映画を見てた日本人の子供が大人になって出てくれってオファーされたっていうことなんですけど、それについてどう思いますか。お二人の映画を見てた、ね、日本人子供がですね大人になって二人に出てくれとオファーしてきたわけですよね。そういうことに対してなんか運命的なものとか、 なんか感慨深いものとか、あるいは邪魔だなとか思った方に素直な感想をオファーが来た感想を、はい、Well, I fell in love with the script.And that was the beginning. But now that I've gotten to spend time with him off the set, I'm realizing, yeah, he's everything that I thought he would be, that sensitive director with a great point of view and something to say about humanity. So for me, it turned out great, and I hope I get to work with him again and work here in Japan with him.脚本を読んだ時にいい映画だというのはもう確信していましたが、監督と一緒に働いてそれを確信を深めました。思った通り の正義の物語で、皆さん日本でも皆さんに多く見てもらいたいと思っております。
あの片桐監督はですね、あの中学時代ストリートオブファイヤーを聴きながら楽曲やってたんですよね。Yeah, I played the opening and ending music before I go to school, like pretty much every day. きっとあのストリートオブファイヤーを聴いて育ったから、あのいい脚本が書けたと思うんですけども、あのウェルさんは逆にこの、ね、あの日本人 の, あの若い監督からこうオファーが来たと、どう思われたんでしょうか。What did you feel my offer? It's like I was a fan boy, you know, when I was young, you know, looking at your movie. And how did you feel working for? Yeah, asking you. Oh, you're asking me what I thought of you. Okay. Just kidding. Just kidding. No, I love working with directors who direct, because that's what the symbiosis relationship is. The director directs, the actor acts. And I love it when I work with a director who knows what he's doing, knows what he wants, and has that whole vision in his eye. And this man, he came through, and it was a lot of fun, and I'd do it again in a heartbeat. Like Michael, I'd come over here and work with him anytime. 今回は片桐監督のような監督、演出をどうやってやるかを知っている片桐監督の監督と一緒にこの作品を作れたことをとても嬉しいと思っています。で、今後また一緒に作品を作れることがあったらぜひやりたいと思っているし、マイケルさんとも、すごい仲良しになったので、今後とまた作品に出たいと思っております。ありがとうございます。で、石島さん、実はですね、私は初めてスクリーニングに出た時に、ちょっと石島さんだと分からなくて、またかっこいいアジアのアクションスター、香港とかにいらっしゃる方をやったら、日本人の石島さんだったんですけど、石島さんはやっぱりアクション、映画もアクションもできる俳優さんなんですよね。そうです、もともと僕が、ダンサーだったっていうバックグラウンドがありまして、はい、っていうので、体が効くっていうのが多分あるのと、そうですね、はい、前作もう一本海外でダークという作品をやってるんですけれども、はい、そちらもアクションシーンがあったりと現場の方でいろいろ勉強させていただいて、今回もでも片桐監督が実はずっと合気道を向こうにでか、だからさっきのアクションが急にって僕もゲヘナを見てたりしてたんで思ったんですけど、はい、そうではなくて監督の血の中にはアクション魂が流れてるというね、はい、その部分も今回一緒にご一緒してすごく楽しかった部分であります。ちょっと一言だけ、僕の合気道の先生が今回アクションコレオグラフをやってまして、はい、どっからちょっといいの、ちょっと手上げてもらいます、はい、先生先生どこだえあ、いたいたいた、あそこの後ろの方ですね先生、はい、でちょっとただ殴る蹴るだけじゃなくて、ちょっとユニークなアクションをしてもらいたいっていうリクエストで、すごいもう無理聞いてもらって、いいものになったと思っております。そうですか、やっぱね、すごく確かにね、こうプラスチックなね、アクション映画っていうことになってて、ということで、まあこれ以上本当はね、言っちゃいけないので、本当は誰がいい役で誰が悪役かなんて言っちゃいけないんですよね、これから見る方のためにすぐ分かります、すぐ分かるんですけどね、そういうことをね、楽しんでいただければと思うんですけども、ちょっとまあ若い方もいらっしゃるので、ちょっと質問ですけど、これからその日本にいてね、若い映画作家が本当にハリウッドにいて、憧れのアクションスターを使って映画を撮っていくっていうのは、まあ本当に監督のやってることってもう羨ましいと思う方いると思うんですけど、ちょっとそういった若い映画を日本でね、世界で活躍したいと思ってる映像作家みたいな若者に対して何かアドバイスありますか？まあ多分多くの人にこう相談してもね、そんなの無理だ、やめておけって言われることが多いと思うんですけども、一応その自分としてはまあそういうのを一応実現してきたっていうのがあって、で、やっぱその世の中本当もう何が起こるかわからないんですよね。で、まあ、情熱持ってそのやっていけば 100% できるとは言わないですけども、その経験っていうのは絶対人生的に無駄にならないんでね、やりたいことがあったらぜひともどんどんチャレンジはしてみてください。これはもう絶対損することはないです。あと生島さんもね、海外でね活躍されてるわけですけども、まあ、若い方とか、まあ、生島さんも若いですけども、何かアドバイスとかありますかね、世界で活躍するために。本当にやっぱりやりたいことをやる監督もそうだと思うんですけれども、そこのエネルギーっていうのがやっぱり一番僕は強いと思うので、
考えるより実際にもう動いちゃうっていうか、子供監督もそうだと思うんですけど、本当アメリカに実際に引っ越してやりたいことを実際にやってみる、で失敗したら失敗した時にもう一回考えるっていうことを積み重ねて、こういったところまでご一緒させていただけるようになったので、本当に自分を信じてあげて、その行動をするってことが一番大事なのかなと思います。ありがとうございます。あとですね、マイケル・パレさんとバドン・グレッツさんを見て、本当に皆さんから来た言葉なんですけど、なんでこんなに大人になってもかっこいいのっていうことがすごく来ていて、ちょっと変な質問です。かっこいい大人でいるためにはどうしたらいいかって秘訣を聞きたいんですけど、マイケル・パレさん、どうしたらマイケル・パレさんみたいにかっこいい大人でいられるんでしょうか。It's easy because, you know, everybody's on your side. In real life, you know, it's a little harder to be cool. But the camera helps a lot. But most of all, it's because the audience is so cool. You know, I got to say that. The one thing I wanted to say about Hiroshi is that when I saw him on the set, he looked so tall. And that was probably one of the best things about working with him.カメラの前でかっこよくなるっていうのは、意外と簡単なんです。スタッフさんがいますしね。でも現実でそのずっとかっこいいっていうのはすごい難しいことです。それに、自分には素晴らしいファンがいますので、それが自分もかっこよくさせていると思っています。バーノン・ウェルズさんにも同じ質問したいんですけど、 どうしてそんなにかっこいい、ね、日本でイケオジって言い方もするんですけど、どうしてそんなにかっこいいんでしょうか。はい、Great makeup people. I think I'm very fortunate that my whole mother's family all looked wonderful right up until very, very old age, and I had those genes, and I can thank God that I got them. But like Michael, good makeup and good camera make a great deal of difference.It always helps. バーノンさんは母方の方の皆様も、年を取っても皆さんすごい綺麗で年を取れないファミリーだったので、家族に感謝をしなきゃいけないと言っております。いや本当にね、バーノンさんとマイケル・パレさんの話が面白くてですね、ちょっとこのまま聞いてると映画の上映ができなくなっちゃうかもしれないので、そろそろ映画の方に行きたいと思うんですけど、じゃあちょっとこの映画を楽しみにしている皆さんに一言ずつご挨拶をまずいただきたいと思います。じゃあ島翔さんどうぞ。はい、この映画 の楽しみにしてネタバレはなし。はい、でも本当に片桐監督の映画愛と、素晴らしいアクションと、この素晴らしいキャスト面々によるお芝居が詰まっている映画なので、ぜひ、最後まで楽しんでいってください。バーノン・ウェルズさん、楽しみにしているファンに一言いただけますでしょうか。I'd just like to say that it was a joy to work with these people, especially a wonderful director. And this young man over here was my right hand in the movie, and he was wonderful. And of course, what can I say about Michael? He's just out of control. Love him to pieces. And thank you so much. Enjoy the movie, and we are so proud of it, and we're so happy that you all came out to enjoy it with us.今日は来ていただいてありがとうございます。このメンバーの皆さん と、この作品を作れてとても楽しかったと思っております。そしてマイケルさんのようなとても楽しい方とこう一緒の作品できてとても嬉しいです。映画を今回楽しみにしてください。ありがとうございます。では続きましてマイケル・パレさんの方に一言いただけますでしょうか。You know, it's not just a plain action movie. They say, oh, this is an action movie. But I really think it's motivated by deeper emotions. You know, what makes a man do heroic things is desperation. And this, my son is in a very desperate situation. He does some very heroic things. But it's the family that motivates him. And that also vindicates him. Thank you.
これはただのアクションムービーではなくて深い感情に彩られた物語なんです。例えば絶望とか悲しみとか、例えば自分の息子が危険にさらされてそれを救おうとする父親なんですけれども、そういったところを見どころとしてぜひ楽しんでください。で、片桐監督、この出演の3人の方がですね、素晴らしいおすすめをしているので、ぶっちゃけ話とか大人の事情とかはいいですからでここに来ていらっしゃるお客様はですね、世界で最初に金を払って見に来てくださっているお客様なので、最後にちょっと監督の方から感動的なおすすめの言葉いただきたいですか。はい、とにかくもここに立ってくれているこの3人は当然のことなんですけども、そのカメラ、あとその今回来れなかった3人 その役者たちもいるんですけど、それは本当にもうこのファインダーをこう見ながら、なんかうわもうかっこいいなっていうのがもう本当にもう絵的にもそうだし演技もそうだし、もちろんそうなんですけども、本当に素晴らしいパフォーマンスをしてくれて、で、本当に大変な撮影でしたけども、いい作品になったと思います。でアクションもユニークさあるし、ドラマもちゃんともう頑張って作ったんでね、楽しんでもらえる作品であると、確信を持って出しております。ということで、皆さんぜひ楽しんで、遅い時間ですけどね、楽しんでいってください。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。この映画は今日が本当にワールドプレミア でまだ日本公開とか配給とかっていうのはこれからなんですけど、今日もし見ていただいて、それで本当に気に入ったらぜひこれ良かったよとか、ぜひ日本公開してほしいとか、皆さんがちょっと盛り上げてですね、ちょっと日本での公開というふうにつなげていきたいと思います。本当に大画面で見るべき映画だと思いますので、ここから先は本当に皆さんの力で皆さんこの人たちを盛り上げていただければと思います。ということで、改めて片桐監督と出演の3人の方に皆さん拍手をお願いいたします。それでは、これから片付けまして、椅子の方とかをね、片付けるということでございまして、上映の準備ができ次第、始めたいと思います。私は、実は、試写会、小さな画面で試写を見たんですけど、本当に大画面で見ればよかったなっていうふうに思うのと、この素晴らしい出演者の方々の話を聞いて、なるほどなと思いながら、もう一回見なさいと思っております。ということで、本当に皆さんに今日これがお届けできるのは、コミコンとしても大きな喜びです。というわけでですね、土曜日の夜ですけど映画を楽しんで、帰っていただきたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。準備ができ次第映像を始めたいと思いますので、そのままお待ちください。 Tokyo Borderless TV